浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在である。織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第五章、天馬、長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り、壊し尽くす信長の道は。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の小分、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。この地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防策だ。必ず守り抜く。格下の織田ごときに負けるはずもない。どうした。織田勢と共に前線部隊を救援するぞ。我らが来たこと、敵は早期決着を狙ってこよう。本陣の守備を怠るな。まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のように。別動隊は急ぎ飛びガス山を進み、敵の裏を取れ。魔防策、手触りだ。取り除け。敵に不穏な動き。
狙いは馬防策か。警戒を厳しくしておくべきやもしれん。気づかれたか。急いで馬防策を壊すぞ。カイのトラッカー、かつての俺ならば手も足も出なかったであろうが、今は鎮魂だ。打ち死に、打ち死に、お見事にございますな。ここで果てるわけには。任せておけ。逃がさん。何人も止められぬと知る。敵を押し返せとようだ。そのまま前線を維持しておけ。打ち死に。分かっていよう。無論我らの道の妨げとなる敵に一切の情けはかけぬ。それでは我らの歩みを止めてはならん。よし、馬防策を守り抜いたようだな。引き続き警戒しておけ。敵に情けはかけぬ。打ち死に。任せろ。やっぱり親父は最強だ。一瞬だ。敵将切り伏せた。開門。敵はどこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいのはあの砦か。打ち死に。返してみろ。敵将切り伏せた。開門。予感的中。兵糧がたんまりあるぞ。こっそりいただいていくか。目で壊す。打ち死に。よっ、お手柄じゃねえか。耐えきれん。引かせてもらう。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。諦めろ。私の城を救援しようというのか。そうはさせぬ。開門。承知。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機。飛びが砦を落とせ。撃てるがいい。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。任せろ。この間騎馬隊を出せ。開門。返して。任せておけ。俺は承知。信長様に二度も生かされた身だ。この上は命を賭して戦うしかねえ。権力が振るっておる。キャツを援護し敵騎馬隊を止めよ。ストリデは制した。急ぎ長篠城へ兵を進めよ。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。
助けてやればよいのだが。おお、ついに援軍が来てくれたか。みな、もう絶えずともよい。撃って出るぞ。撃ち死に。撃ち死に。逃がせ。撃ち死に。撃ち死に。任せろ。撃ち死に。甘い。撃ち死に。なんと目覚ましきご活躍。一瞬だ。自分が立ったか。鬼柴田、腕は鈍ってる。で、あれおらんよ。今だ。両翼より敵を一伸びにせよ。開門。敵の本体が出てきた。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊、構えよ。敵将、切り伏せた。打ち死に。返して。あっぱれ。我らの続き。打ち死に。任せておけ。承知。放て。敵を一掃せよ。隙を与えるな。休まず放て。あんた、織田の射撃はやむことを知らぬのか。父上、ご案じなさいますな。この程度でひるむ武田騎馬隊ではありませぬ。手までか。引くぞ。開門。任せておけ。この信玄が。承知。背を向けて逃げるのか。信玄を逃がすな。別動隊は長篠城を奪還し、先回りせよ。敗北条件変更。父上、がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む。父上の撤退を援護してくれ。本体を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようと、武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようとも、お前たちを撃つ。救援かたじけない。我らも信玄を撃つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。全て壊そう。開門。近寄るでないわ。撃ち死に。撃ち死に。撃ち死に。武田にあだなすならば容赦はせぬ。撃ち死に。どうした。何人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。承知。会う相手ではなかったか。お見事にござった。
ちと撤退路へ親方様をご案内するのだ。この大役がわしには荷が重すぎた。討ち死に。あの者もしや影武者。配送する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。